もデコボコ投資チャンネル、マリです。カメラマン役、バツです。はい、本日の動画は今時投資女子の本音トークです。この企画ではこれから投資を始める、または投資に興味を持っている女性に対して発信していく企画になります。男性の方は女性がどういう視線で投資に関して興味を持っているのかなということを理解しつつ、女性の方はご自身の、資産形成に役立ててもらえればなと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで質問形式になっていますので、マツに質問をしてもらいたいと思います。まあ、本日の、質問なんですけども、はい、まあ、前回はですね、女性が投資をする時の考え方とかおすすめな投資方法についていろいろと回答してもらいました。で、今回はですね、まあ、異性に対して、まあ、どのように思っているのかというような質問をしていきたいと思います。異性編ですね。はい、異性編、はい、じゃあ、質問一つ目ですね。投資をしている男性と、うん、貯金を頑張っている男性、はい、これはどちらが好みですか？いや、もうそれは投資ですよ、はい、お金を頑張って貯めてる人ではないですね。いや、そういう方ももちろん魅力的ですけども、まあね、もう投資をしてる身としてはインフレがあったりとか、うん、現金の価値が下がるっていうのを知ってるじゃないですか。ただ、まあ、今の時代はそれは合ってないから、うん、できれば投資しててほしいなっていう。できれば私より投資に詳しい人であってほしい。ああ、なるほど、はい、じゃあ逆に投資に詳しくって、どん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 引っ張っていってほしいっていう感じなんですね。そうです。で、私はまあそう思うんですけども、逆に聞いてみたいです。投資をしている女性としていない女性だったら、うん、どっちがいいですか？なるほど、これ結構難しいんですけど、僕はどっちかというとしてない方がいいですね。なんでですか？はい、これなぜかっていうと、資産運用っていうのも人によってやり方って変わるじゃないですか、はい、投資に詳しいと結構ですね、お金関連に突っ込み入れてくる人、あ、はい、まあ、女性っているじゃないですか、はい、なので、まあ、自分好みの資産運用したい場合って逆にパートナーが、まあ、むしろこう投資なんて危ないみたいなって思っててくれた方がやりやすかったりしますね。なるほど。まあでもそれはそれで自分が資産運用をしやすいがための回答なので、じゃあ2人で頑張って資産運用した方がいいかっていうと、まあそれはもちろんそっちの方がいいので、まあ理解ある人と結婚できれば、まあ2馬力で資産運用した方が、まあ将来の老後の不安ってのは消えると思いますね。では2つ目の質問ですね。男性にどれぐらいの資産を持っていてもらえたらですね、安心感があるか。どれぐらいの資産、これちょっと難しいですね。理想を言うと、もちろん多ければ多いほどいいですよ。生活防衛資金ってあるじゃないですか、うん、それは蓄えててほしいです。じゃあ、まあ大体生活防衛資金って今の生活費の半年分って言われるじゃないですか、うんうん、はい、まあ例えば月20万円だったら半年分だから120万円とか、まあじゃあ女性としてはあれですか、数百万円ぐらいはあればっていう感じなんですかね。女性としてはわかんないですけど、私個人としてはということで、まあ、答えとしては、まあ、生活防衛資金かける6ヶ月分ということなので、うん、まあ、大体だから100万から200万最低持っていれば、まあまあまあっていう感じですか、うん、そうですね。マッツに聞きたいのが、うん、逆に女性に対してどれぐらい資産を持っていてほしいですか？男性が女性に対して思うこと、女性に資産は僕はなくていいかなと思ってます。ゼロで OK ですね、ただし、基本的には現状はゼロでいいんですけども、労働意欲を逆に持っててほしいですね。まあ、つまり普通はまあ結婚すると、まあ、専業主婦になりたいって人の、まあ、最近減りましたけど、それでもまあ専業主婦になりたいって方は一定数いると思うんですよね。じゃなくって、まあ、一緒に共働きで2馬力で働いて、ここから一緒に資産形成するっていうのがまあいいかなと思っています。なので働いてればもう誰でもいいですめちゃハードル低いじゃないですか。ハードル低いですね、はい、はい、まあまあそういう気持ちを評価したいなっていうような形ですね。はい、そして最後ですね、3つ目の質問です。子育てに協力的な男性と資産運用に積極的な男性、どちらがいいでしょうか？これはちょっと難しいですね。どちらですか？どっちか選べってことですよね。もう完璧に分かれてます。資産運用はしないけど子供は全力で育てると、うん、子供は全く育てないけどその代わり資産運用は全力だったら子育てをしてくれるな、うん、ちゃんとでもやっぱ子育てには関わってほしいなって思いますね。やっぱそのお金だけあっても意味はないかなって思うんですよ、うんうんうん、お金だけあっても幸せかっていうとそうじゃないと思ってるんで、うん、やっぱ家族を大事にしてくれる人がいいなと思います。でこれはまあ男性にとっては朗報ですよね。本当はお金持ってて経済力っていうのを求められて、うん、賢く資産運用できる人っていうのがいいんだけども、でもやっぱり愛情には勝てないっていう、うん、ちゃんと女性は幸せになるには大事にしてくれる男性がいいなと身にしみて思います、はい、何があったかは聞かないようにしてみましょう
ということで、まあ、以上ですね、質問の異性編の回答でした。はい、ということで今時投資女子風な回答をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。もし気になる質問などがあれば、ぜひコメント欄に記入してください。取り上げていこうと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。